あのさ、石尾さんで割ると、0.333って3が永遠に続くよね。そうだな。これを両方3倍すると、1イコール0.999。ってなるけど、これって正しいの？ここじゃ話しづらいから、移るぜ。0.999…と表記される数が、1と完全に一致するのか、1に限りなく近いが1ではない、のか、決着をつけよう。そもそも 0.999…って何なんだろ。とりあえず、数曲線を引く。ここが 0.9。うん。ここが 0.99。OK。ここが 0.999。見づらい。というわけで今後は点の位置の正確さは気にしないでほしい。わかった。さて、この調子で 0.9999、0.99999、と延々と青い点を打ち続けることができる。そうだね。さて、0.999…って何？とのことだったが、ここでその定義を提案する。どの青い点よりも右側にある点のうち、最も左側にあるもの。最も左側、ってのは、1.1 とかは及び出ないってことだね。そうだな。1はどの青い点よりも右側にあるのでとりあえず候補で。問題は、1よりほんの少し左にある点が、どの青い点よりも右側、っていう条件を満たせるか。うん。結局スペースが足りないので、1付近にズームインする。1280×720 ピクセルって狭いよね。さて、厳密な証明は後回しにして、とりあえず結論を述べよう。青い点を打ち続けると、いくらでも1に近づくので、1より左側にある点はいつか抜かれる。1より小さいと、9をいっぱい並べた数に、あんた小さい、って言われるんだね。というわけで、暫定候補の1がそのまま採用されるぜ。この式だけ見るとぎょっとするけど、青い点はぎっしり詰まってるから、1より左にスペースはなくて、まあこうなるしかないかな。じゃあ、厳密な証明をする。今ので終わりじゃダメなの？1より左側にある点は、いつか青い点に抜かれる、ことをまだ正式には示していない。まあそうか。まず、式を書くために記号を導入する。0点の後に9を N 個並べた小数を PN と書く。PN は左から N 番目の青い点ってことだね。さて、ある実数 X が全ての PN より大きいとする。X はどの青い点よりも右ってことだね。このような実数、あるいは点はたくさん存在するが、そのうち最小、あるいは最も左にあるものを、0.999…と定義した。うん。これは定義なので証明するものではない。さて、とにかく X がこの条件を満たすとする。いいよ。両辺を1から引くとこうなる。OK。この右辺が10の N 乗分の1なのはいいか？1から0.999999999を引くと、0.0000001になるってことか。ああ。さて、X イコール1の時は、この不等式は N がいくつでも成り立つな。1-1 は0で、この分数は0よりは大きいね。じゃあ、X が1より小さい時を考える。今度は 1-X が0より大きいので、この不等式の両辺で1を割るとこうなる。分母分子をひっくり返したってことだね。さあ、N がいくつでもこの式が成り立つ、という可能性は。この分数はすごく大きいかもしれないけど、N が10、100、1000って増えてったらいつか負けるのは間違いなくて、1より小さい X は全部失格。そうだな。これに反対の人は、コメント欄に、どの整数 N に対しても10の N 乗より大きい実数の例を書いてほしい。グラハム数でも全然ダメだね。というわけで、条件を満たす最小の実数、あるいは 0.999…は1でした。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。